こんにちは福井教育支援サークルの吉田です、えー、今日は3年生の道徳ごめんねサルビアさんについてお話をしたいと思います内容項目は自然愛護です、えー、さて、えー、お話のあらすじなんですけれども主人公香里さん5月にサルビアの苗を母親に買ってもらいます、えー、ところがですね6月7月とだんだんお世話がおろそかになってきます 7月に母親にお花の気持ちを考えてごらんと注意され反省をして夏休み以降毎日せっせとお世話をしますそしてサルビアが元気になって花を咲かせたというお話です小学校学習指導要領解説道徳編を見ました34年生のところにこのように書いてありますねちょっと赤字のところを読んでみます。 自然に親しみながら自然の持つ美しさや素晴らしさを監督できるようにする必要があると。えー、とですね、お話だけ読むと、ね、植物も生き物なのだから毎日ちゃんとお世話をしなさいとここに力点が行きがちなんですけれども、えーね、やっぱりね、自然に親しみながら自然の持つ美しさここがね、抑えてないとダメだと。まあ、 植物を、ね、育てるということ自体に実は喜びがありますし価値があありりまますすし価値そこをしっかり抑えた上で、まあ、生き物である植物大切に育てようねという展開にしたいなと、ね、植物を育てることの楽しさ喜びについて考えさせたいと、えー、そう考えて授業を構想してみました。 はいそれでは授業ですね。えー、最初にですね、コスモス畑の画像を提示しました。これ、福井でね、何か所かたくさんのコスモスを植えているところがあります。そこで、こう聞いてみました。あ、これね、実際に実は授業をやっております。えー、たくさんのコスモスを育てると、どんないいことがあるのですかと。これ、子供たちいろいろ言いましたね。えっ、ー、とね、綺麗になるだとかね、人がたくさん見に来るだとか、心が癒されるなんていうことを言う子もいましたね。 これがまあ導入ですね。導入であり植物を育てることの喜びだとか、ね、楽しさについてもここで方向づけしたいなと思ってこ,んなこの発問を位置づけました、えー、続いてですね、えー、香さんは5月にはどんなお世話をしましたかとそして6月7月と順に聞いてきましたこれね5月は毎日せっせとやるんですけども6月7月と進むにつれてだんだん嫌になっていく様子があこう読み取れます えー、5月から7月までのお世話の仕方はどう思いますかと、だんだん熱心が消えていくというような意見が子どもたちから出ました、えー。そこでですね、お母さんは主人公にお花の気持ちになって考えてごらんなさいと言っています。お花に気持ちがあると思いますかと聞きました。こう3年生の子どもっていうのは大多数の子が気持ちがあるというふうに答えるんですね。お花だって生き物だというふうな意見がいっぱいありました。まあそれでね、もちろん気持ちがないっていう子もいるわけなので、 えとですね、お花に気持ちがあるとして5月、6月、7月それから夏休みお母さんに注意された後の夏休みのお花の気持ちはどうだったかなノートに書きなさいというふうにして書かせて発表をさせました、えー、例えば5月だと毎日見に来てくれてありがとう、ねえー、それが7月になるってと暑くてつらいよ暑くてつらいよとこれ香織、えー、ちゃんが水やりを怠ってるんですね、えー、そして夏休みになると ちゃんありがとうとつまりお母さんに注意されて毎日お世話をしてくれたとまあ子供は花の気持ちになってこういう意見を言いました、まあ、結局お花というのは植物、ね、植物ですので自分が置かれた状況を、ね、人に伝えることができません、まあ、そういうことを想起させる上で、まあ、こういった発問をあえて使ってみましたその後ね私が気が付いた大切なこととは何ですかと まあ、熱意を失った頃から再び一生懸命やるところまでを振り返って気づいたことは何かということなんですけどもこれはね子どもたちはねやっぱり植物も命があるので大切しなければいけないだとか毎日お世話をする必要があるとこういう意見が出てきましたで最後サルビアン元気になってかおりさんはどんな気持ちになったと思いますかこれは嬉しかったとかね綺麗な花が咲いて,てよかっただとかいっぱい頑張ってよかったっていうのも出てきましたね その上でまた最後にこうやって聞いてみました。3年生は放射線科を育てています。学校にお花がいっぱい咲くとどんないいことがありますかと。これはね、綺麗な学校になれたとかね、心が安らぐ、心が安らぐっていう子もいましたね。そういった意見がたくさん出てきました。以上、また参考にしていただければ幸いです。